今日は立ち上がりからなんとかリードしていく展開に持っていきたい。関野のレイアップ、そして後ろからスティールです。ベンドラムのスティール、今度はハルーソン動かして石井康介、マカドゥにポストアップ、ダブルチーム気味ですが入っていったベンドラメ、ナイスカッティング。さあ一方の千葉はここまで17得点、手が出てきた久武のスティール、そしてベンドラメ、ベンドラメのレイアップ、これは大きなターンオーバーからの得点、渋谷です。ベンドラメにスイッチ、ただしっかり原修太がついていきます。ベンドラメのスリー、きた。それから佐藤拓磨もコートに戻っております。ベンドラメ2本目どうでしょう、来ました。さあまた富樫のところからターンオーバーがあって渋谷のポゼッション、ハイポストでマカドゥ、ベンドラメ3本目来ました。第2クォーター早くもゾーンに入った。ハレルソンに渡してからもう一度ベンドラメ、ベンドラメ、今日はこのリングアタックの勢い、気迫が衰えません、ベンドラメレオです。富樫、迷いが出た、タノバー、フリースローラインからのジャンパー、ベンドラメ、早期にヒットしているという、この入り方、大倉颯太、ベンドラメのツーポイント。ショットクロック残り5秒、渡辺、ベンドラメのスリー、きたー。